意外なワードを挙げてくれたスカマキシマムさん。山わさびとハンバーグ、まあ、名古屋ではあまり、まあ、知られてはいないんですけど、うん、まあ、僕のふるさと札幌では山わさびハンバーグっていうのは結構メジャーでして、ハンバーグでもともと美味しくて有名なルッカさんに、僕があの山わさび使ったハンバーグ出してみたらどうですかっていう提案を出した生まれたのが、うん、山わさびハンバーグですね。じゃあスパさんが生みの親ってことですか。まあコラボっていうか、でプロデュース、半分プロデュースして。なんですかスパさん、すごい人じゃないですか。ええー、とんでもないです。あのスパさんの山わさびハンバーグは有名です。あ、有名なんですね。このスパさんが生み出した山わさびハンバーグ、やっぱりもうまだ食べれてないのに、ね、ずっとスパさんを今から持ち上げようとしてもピロ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 音が鳴って話が途切れるんですよ。あのスパさんの山わさびハンバーグは、うん、有名です。これはぜひとも食べたい。黒瀬さんが出動です。やってきたのは新栄にある和洋ダイニングルッカ。居酒屋みたいな、ねえ、お酒めちゃめちゃ並んでるけど、ねえ、大丈夫？ハンバーグあるようには見えないんだけど。新栄で17年間愛される創作居酒屋、店主の国本さんが作る料理にはファンも多く、店内には著名人のサインも。こんな人来ましたみたいな。例えば元日本代表のキャプテンのトゥーリオさんとか。トゥーリオあと鶴瓶さんとか。でしょ、はい、鶴瓶、はい、琴原さん。あ、琴原さんも、はい、アズマックスさん。宮迫さんはちなみに自粛中でした。あ、自粛中です。自粛前にも来る時間あったでしょ。お客さんの目当ては名物の手ごねハンバーグ。ランチで提供して以来話題となり、今やお店の看板メニューです。いつも思ってたんです、居酒屋ってハンバーグなんで作んないんだろうと思ってて、はい、ハンバーグとビールとかハンバーグハイボールとか最高に合いますよね。最高です。もうサラリーマンの夢と希望ですから。ですよ。ハンバーグは分かってた。サイズもいいですね、はい、300g です。うわしまった、大徳さんで出てくる安い弁当食わなきゃよかったな。ルッカのハンバーグの魅力は1人前 300g のビッグサイズ。つなぎは使わず、ひき肉と玉ねぎだけで作る王道かつ旨味がギュッと詰まった仕上がり。この美味しそうなハンバーグに合わせるのが、出ました、名古屋ではなかなかお目にかかれない山わさび。山わさび、あ、なんか色が違いますね。そうですね、もう普通のわさびと違って白いんですね。なんか生姜のような、はい、どちらかというと北海道の掘りたてを直送してもらいまして、ハンバーグにつけて食べるという。へー、これがね、やっぱりね、山わさびってなんかね、ご飯との、あ、店長どこに行った。北海道産の山わさびの中でも辛みが比較的マイルドなものを厳選、すりおろして香りを引き立てます。そこに山わさびと相性のいい特製の和風醤油だれ。さあ、見るからにジューシーな山わさびハンバーグ、いただきましょう。めちゃくちゃうまそう。うわぁ、湯気がいいな。めちゃめちゃうまい。ありがとうございます。いや、うまぁ。外側がカリカリで、はい、中がもう本当に肉がぎっしり入って、もう肉汁がすごい出て、ツンとする感じも他のわさびよりもね、はい、そんな強くないですし、はい、めちゃめちゃ合うやん山わさび。さらにここルッカには1キロハンバーグになるものが、今回大徳さん見たようで割引になります。